茶は寒いです。レッドブル飲みます。ちょっとまだここ巻いてないから髪は未完成です。さっぷー、今日久しぶりのニューシップ、 N シップやN シップなんです。レッドブル来た、飲んでます。なんやかんや毎回そうですよ。阪神のこれは日本一の時のやつから長袖です。超変な締めかな。そうちょうど、あ、そうです、明日は生放送を出させていただきます。阪神タイガース前髪はね伸びてない、ただ分けただけ。これは横毛です。大谷翔平さん結婚されたよね。衝撃やった、衝撃やったね。な、いやでも前ねワンちゃんをデコピンやっけをね飼いはった時点でちょっとねこれ結婚しはるんかなとか思ってたの。女の勘ってやつです。マイチじゃないです。やっぱすごいよね、うん、ま一瞬にしてさ X のトレンドがさ大谷さん関連やったもん。影響力がすごいね。こんにちは。名探偵前。うん。そうやん。のんちゃんどうやって育てんねやろうって思ってたの。いやなんかワンちゃん飼い始めたら怪しいみたいな、なんかで見たことある気がする。うん、アミちゃん、クマありがとう。なんかユリアンさんがねツイートしてた。アイドルがいる。実家暮らしじゃ多いからね。年齢は。うん。わかる。ワンちゃん飼いたいな。私は猫より犬派です。こんにちは。女子が楽器始めたら怪しい。なんでなんで？なんかあんの？じゃあ前もピアノとか習い始めようかな。なんやろな。かわいいの。マルチーズとかポメラニアンとかってモフモフしてるやつがいいな。うん、大谷翔平の結婚報告と、あさみが友達がいっす。忘れ
報告のタイミングミスったって思っちゃうね。それやとさすがにみんな大谷さんの方食いついちゃうもんね。そんなうん、小型犬かな。女子の場合は急激なファッション変化。へえ、ファッション変化。あ、なんか、まあ、あんまさ、まあ、決まった服装着いひんからさ、あんまりそんな、なんていうの、系統があんま定まってないというか、割といろんなん着たりするから。ワンちゃん欲しい。なんか癒しが欲しいね。なんていうの、よくそれこそぬいぐるみと、あ、遊んでるというか、まあぬいぐるみと家でまあ遊んでんねんけどぬいぐるみってやっぱ生きてないやん。どう頑張っても、どう頑張っても生命をが宿ってくれへんの。でもワンコちゃんたちはさ、寄ってきてくれるやん、自分の意思で。それがいい。やほやほ、こんにちは。そう、阪神外国人選手2人ね。ね、なんで公演前飲むんです。うんうん、確かにあのちょっとご結婚する方が決まってんってさ、親に言ってさ、玄関開けたら大谷翔平さんってどうする皆さんの娘さんがね、結婚するねって挨拶来るねって言って開けたら大谷翔平さんとやばいね。すっごい世界線。マメタパパ見つかってない。マメタ族はね、多分だいぶマイナーやわあれ。あの限られたゲームセンターにしか置いてない。しかもその都会のゲーセンにはあんま置いてないの。ちょっと人並み外れた。どこのゲーセン。こんにちは。びっくりするよね、そんな。え、なにこれ。うわ、え、タコライスを、タコスを全部こぼした。ちかじけさんが昨日日帰りで行ってたんですか。うん。エレンタカーですよね。うわっ、やっぱ昨日ね、チカポヨさんともう一人のマネージャーさんがプライベートで、プライベートですよね、沖縄をね日帰りで行ってたらしいんです。じゃあレンタカーに近重さんがタコスぶちまけてましたしかもね、ちょうどもキャンプ終わってギノザもなんか解体作業にしましたもんね。やのに連れ回されたらしいです。近重さんやな。楽しんでました？近重さん楽しんでないんかい浮いてる焦ってました。カーペット剥がして一生懸命拭いてる、うん、怒られるとかない本人が来た。ん、今タコスぶちまけでおもろなんか表面は綺麗になって、はい、なんかボディーシートを探し出して、うん、何してんのって聞いて、うん、匂いが取れへんから。あ、確かに、うん、体
カレーっぽい匂いって言ったら、うん、匂いが取れへん後ろ見たら、カレー屋さんで、でカレー屋さんからの匂いやった。タコスってカレーじゃないですよね。違う。ね。一生懸命外から匂って、匂いで、匂い取れへん。めっちゃおもろい。やばい、この話めっちゃおもろい、皆さん。しかしげさんがその車のカーペットにタコスをこぼして、で、まあ、拭いてって、その表面は綺麗になったんですって。でもそのなんか匂いが取れへんってなって、そのボディシートを探、その体拭くね、いい匂いのボディシートを探し出して、でなんか匂いするんやって言ったら、そのカレーの匂いがするってしかしげさんがね、で後ろ見たらカレー屋さんあったんですって。そのカーペットの匂いじゃなくて、カレー屋さんの匂いをトレーントレーンってやってたらしい。ほんまおもろい。なんなん近重さん、ずるいわ。なんかおもろい話ばっか持ってるんですよね、近重さん。うらやましいね。もうんな、近重さんも今日も頑張ってくれています。え、近重さんが誘ったんですか？沖縄のさ、うん、北海道ラーメン屋さんがあって、北海道ラーメン屋さん、沖縄やのにって言ってたけど、大阪にも豚骨ラーメンあるやろ。まあなんか近重さんと一日出かけてみたいな。しんどい、しんどいらしいです。最初はおもろいで済ますなるかもしれへんけど、途中からほんまにしんどくなりそう。近重さんツッコミどころ満載ですよね、きっと。そうナチュラルでおもろいからな。近重さんどっか行ったの？あ、近重さんとロケとか行ってみたいな。楽しそうですね。弱い。二つ落として、うん、結構もらってる。今日何個落としてた？うん？タコス2個も落としたんですか？四つ入りを2個半。四つ入りで四個食べて美味しいって言って、うん、2個目食べようと思った瞬間に全部落とした。その2個落とす、その落とす方を守らず、はい、手に持ってる1個を守ってた。持ってる方、4つ入り買って1個食べて、もう1個食べようと思って取った時に残りの2個落とした。で、その落ちそうな方じゃなくて持ってる方を守ったんですって。近重さんやな。GSGK 近重さんソロで、それ絶対面白い。絶対でもファンの方もなんか10割そうやけどね、近重さんのソロロケとか。これめっちゃいい。こんにちは。公演のお見送り終わりに近重さんに手振ったらスルーされて悲しかった。あかんな近重さん。いやでもね、いつやったっけな、結構前のリアルイベントでね、近重さんのファンの方がいらっしゃったの、一人。近重さんをお好きな方がいらっしゃって、ずっとニヤニヤしてたよ、近重さん。どこにおんのって嬉しそうにしてはった。やっぱスルーなんや。いや、逆にさ、あきら先生とかめっちゃ神対応じゃない？皆さんのそのファンの方の話聞く限りさ。あ、15分経ってまた。
なるほどね。かしげさんにはたくさんの武勇伝があります。なちかしげさんも今日はいつも公演の幕開けを担当してくれてるので、たまにずれてるタイミングが、ちょ待てますからとか言ってる。あ、金子さんも、うんうん、確かに一部だけでもねあったら嬉しそうやけどな。近重さん、じゃあランキング読みますね。13位青森のおっちゃん、ありがとうございます。12位キクヤン、レイのレイのオンオンレイノンオン、誰と誰と誰やこれ、ポンポンしてありがとうございます。11位ひなちゃん、自己肯定感の塊ありがとうございます。11位ひがなおさん、ありがとうございます。9位ベルさん、ありがとうございます。8位よしさん、ありがとうございます。7位くるみちゃん、ありがとうございます。6位みそたこ、ありがとうございます。5位すぎぞうさん、ありがとうございます。4位ジョージさん、ありがとうございます。3位吉村哲也さん、ありがとうございます。そして2位が泉くん、ありがとうございます。で1位が神奈川のあみちゃん、ありがとうございます。かしげさんの行いが前か、うん、はい、カウンターのしゃぶしゃぶ屋さん行って、はいはい、座った瞬間隣の人のお茶飲んだ。聞こえました皆さん今の。この間そのカウンター席のしゃぶしゃぶ屋さん行って座った瞬間隣の人のお茶飲んだらしい。配られてないのにもう置いてるのに隣の人かわいそう。うわほんまおもろい。一回だけ近重さんとねご飯行ったこと、あ、ワテラの4人と近重さんで一回ご飯行ったことあるんですけど、めっちゃちょっと連れてってもらおう。でもいやそんなんでも、え、一緒に行ったんですか。え、そんなん一緒に来たと思われたくないでしょ。そ、知らん人のふりした。いや、これ狙ってないのが一番おもろい。近しげさん、この前携帯持って歩いててさどんどん出てくる。立ってみたら自分の待ち受け変わってたらしくて、ダメや、この待ち受け勝手に変えたんって言ってたけど、違う人の携帯持ち歩いてた。どういうこと。もう一個、携帯持ち歩いてて、なんか知らん間に待ち受けが変わってたんですか。で近重さんが誰や勝手にあの俺の待ち受け変えたんって言ってみたら、全然違う人の携帯持ってたらしい。どんどん出てくる、どんどん出てくる。いやちょっとこれ、あ、メモしてる。わ、いいな。近重さんの ネタ帳がありますよ、マネージャーさんに。一に近重さんに会った日はね、絶対近重さんの何かしら爆笑するんですよね、おもろくて。よし、そんな近重さんも今日はいます。そろそろ公演の準備してきますね。すみません、なんかほぼ近重さんの話になっちゃった。また集めときますじゃあ、私も近重さんのエピソード。じゃあありがとうございました。 Nシップ公演見てください。